交通情報センターの桑原さん、お願いします。はい、東関東自動車道の残りは湾岸市川インターで4キロ渋滞しています。千葉県の京葉道路の上りは穴川インターで5キロ、花輪インターで5キロの渋滞です。東京湾アクアラインの上りはアクアトンネルで1キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。隅田川花火大会に伴って6号線が通行止めになっています。隅田川花火大会に伴って6号線の上りの堀切ジャンクションと両国ジャンクションの間、下りの両国ジャンクションと堤通りの間が午後8時45分頃まで通行止めになっています。この通行止めの影響で中央環状線は堀切ジャンクションを先頭に、内回りは小松川ジャンクションまで、外回りは小菅ジャンクションを過ぎて三郷線上りの加平まで断続的な渋滞です。6号線の下りは両国ジャンクションを先頭に江戸橋ジャンクションを過ぎて、都心環状線外回りの竹橋ジャンクションまで渋滞しています。一般道路、都内の環七通りの外回りは足立区鹿浜2丁目で軽乗用車2台の事故のためおよそ4キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターからお伝えしました。BFM トラフィックアップデート、次は7時54分頃お伝えします。